の家臣。永翔七年、天子国久の着難として生まれる。父同様に武勇に優れたと伝わっており、新宮党の一員として、数多の武功を挙げ天子氏の勢力拡大に貢献した。叔父縁屋沖久が反乱を起こし廃止した後、京久氏側についた、出雲国々人や諸勢力は、祖父、天子常久により追放処分、領地削減を受けた。その際に、父、 国久は、縁屋氏の所領を受け継ぎ、正久も、出雲の有力国人駄菓子に向入りし、西出雲を国久一族が支配することになる。そのため、鹿の天子春久の方針である、天子宗家による出雲直轄統治の障害となり、西出雲統治を国久の手腕に頼るという、政治的矛盾を引き起こした。また、その武勇を傘に来て、傍若無人な振る舞いもあり、 他の天子家主下心とも確執を生じた。その後は、三政国方面の統治を、重臣の牛を三行清と共に担当している。そのため、天文二十三年、父と共に粛清された。去年四十五一説に正久は、春久の命令を受けた、大西十兵衛、立原美前神によって暗殺されたという。正久の逸夫は、家臣の手で刑に逃れ、 創跡に入っていたが、後に連続して、天子勝久と名乗ることになる。陰徳太平器、雲陽軍実機といった軍機物では、正久の傲慢な振る舞いを表す逸話が見られる。いずれも、後世の創作であろうと思われるが、正久の傲慢な態度に、他の天子家神羅が迫役しており、あるいは、春久と新宮島の二党政治状態によって、弊害が生じていたことを、 よく表している。ありがとうございます。